書いてんじゃん。これは何色っていうんですか。これは生地ですね。あ、そうですか。トラじゃないんですかこれ。いや、生地で、あの旅柄ですよね。アメショ柄ですよね。あ、この子はもう半玉のままですけど、まだ。いやいや、先週取ってくれたじゃないですか。降りてきたから。うん。そのまま全然性格変わっちゃって、いい子ですよ、取っても。こいつは、あれですっけ。スコティッシュ、スコティッシュ。スコです、スコです。思いっきり。これの子供は何十万で売られてたらしいですよ。へぇー。かわいい。あ、高級な、猫は高級な毛色してますな。うん。これは迷子ですね。長野。ここで。エラブで見つかったんですか？いやいや、これ、那覇ですね。ですよね。はい。はい。猫ヤギ名物、サビ猫ちゃん。はい。これは宮崎出身ですね。こうなっちゃったやついるんですけど、もう、毛布で。こいつ、去勢してます？しました、しました。もうすぐ寝れてんの。あ、耳カットしてないですね。あ、ピピオから、ピピオはしてないんだよ、耳カット。うん。で、ワクチン接種したピーちゃん。体の大きい子はやっぱり食べないですよね。なんか、あんまり関係ないとも言うんですけど。あと誰だよ、ワクチンスピリットな。ん？いないな。だあんちゃん。あんちゃんも別に平気ですよね。あんちゃんも。常平気。ともこうやって、なんだよ。うっ、出てきますね。で、あらあれ。あと一人誰だっけな。あ、てんちゃん。あ、てんちゃん、さっき元気にしてました。てんちゃん、いりますよ。体の大きい子はですね、ワクチン打ってもへたれないんですよね。いや、9月はもうあのキリコですね。ダイヤちゃんと、クッキーと、ダイヤちゃんは平気だったんだな。クッキーとケロコはもう大変でしたね。へたれちゃって2日ぐらいなんかぐったりしてて、でこの変な声はこれです。あ、いいよいいよ、お父さんも仮眠するから帰って出てください。ガシガシしないでよ。よいしょよいしょ。これ飛び降りられるね。えらいね。よいしょっと。ドライを入れてます。まあ25度設定でドライなんで、まあ寒くはならないですけど、まあちょっと湿度が高くなってきてますね。さあちょっと仮眠して、まあ過ごしやすくはあるんですけど、日も差してきてよかったです。家の中雨が降り込んじゃったんで、ちょっとべちゃべちゃなんで、ドライウェイ、はい、天気が回復してきてますね。やっぱり4時前起きるとしんどいですね。ちょっと仮眠と思ったら、思いっきり噛みしちゃいました。中世の子たちはまあまあ大丈夫だと思うですね。全然平気ですね。殿様なんかへっちゃらでございますね。出してないのことかな。お母さんはいないぞ。お母さん言ったか。僕は注射もしてないや。僕は物が多くないんで注射ね。はい、ちょっとお砂糖を取ってきます。はい、雨上がっていい天気にはなってます。湿度も高いですね。耳が一緒に行くっていうので、もうちょっとあと何回行けるかなっていう感じかなって正直思います。多分人生、まあ腎不全を起こしているような感じです。おしっこの匂いがほぼほぼなくなっちゃいました。まあ年齢的にはしょうがないかな。で、まあ薬も対応していたので仕方がないかなっていう気が
しています。まあ穏やかにね残った時間を過ごしてくれたらいいなって思ってます。父ちゃん行こうって。次郎くんありがとうね。一緒にね。まあだってミミがお散歩に来るぐらいとってもいい天気で、ね、明日よかったです。結構な量をカリカリも入れたので、ささみペーストも入れてあります。なので、もう食べてくれたら、まあ、夕方まで、夜まで食べなくてもいいぐらい入ってますね。サミペースト食べてますね。さっきカツオも結構食べて、
クチン組登場ですね。3時15分ですね。今日はそんな部屋もぶっ散らかっていないし、お母さんが空いてるのにここに入ってるんですね。今度は自分です。息ゆくせにここに入ってるって。これは俳句。いや、そこゆうちゃん、じゃあそこにいるんだから、ゆうちゃんそれだ。はい、カッチャカッチャとご飯の用意してる間にみんな起きてくると思います。3時半回ったところですね。ちょっと緊急というかですね、案件で、まあ仲間のお友達の猫さん亡くなったということで、昨日亡くなってて気温がちょっと高いので、ちょっと急遽もう火葬してもらいたいということで、ですね、ここのとこ雨が多かったんで、焚き付けは探して持ってくるってことだったんで、まあ、かなりのご存知の上でかなり量が必要なんで、まあ、どうしたもんかなと思ってですけど、まあ、ミミちゃんお昼寝して、ミミちゃんお昼寝です。はいはい、ランちゃんも入って、はいはい、小次郎も入って、ご飯食べるんだ、食べてよ、いいの。お父さんちょっと薪探しに行くよ。それからよし、ちょっと急いであげて、カリカリを食べてる間に、焚き付けですね。あ、焚き木を探してきます。たくあると思うんですけど、はい、行きます。はいはい、1、2、3、4、1、2、あ、マルちゃんも行って、はいさあ、はい、ピーちゃん寝てますね。こっちのタコはちょっとタランタランになってるかもしれないですね。なんですけど、トト関係ないよ。トト来てますね。ここにスターは来てます。シロタ君は9月組なので、食べる。あんちゃん、あんちゃんもワクチンしてんだよね。おめとりあえずこれここ置いとくよ。食べて、食べるんだ。食べたね。食べた。食べてますね。まあこれ食べさせて空になるまでほっとく時間があるので、ちょっと何箇所か回って焚き火を探してきます。運よくいつも焚き付けもらうところでちょうどあってですね、もらってきて、今ちょっと準備して、よいしょ。1本目の方はもう配信が確実にできます。2本目やっぱ遅くなるから、なんでお皿を踏むのですか。もうこんな分ですね。もう分かりたいな、使用することにします。出ないと。のこちゃんがゆっくり食べられなくてかわいそうなので。まあ、数はばらけてくるんで、そんなに多くはないんですけど。大丈夫だね、あなたもしっかりしてるね。はい、この辺どうぞ。おやじだ。はい、なるべちゃんだぞ。
第二陣どうぞ。あっちが来たか。いや、腰伸びたな。スイカ、よくはスイカ。ね。入れて。はい、こいしろ。おちゃんも食べに行ったな。おこちゃんご飯だよ。ご飯。ご飯ですよ、ロコちゃん。大丈夫ですか、ロコちゃん。もうちょっとしてくれてもいいかな、ロコちゃんね。うちも悪さもしなくなってきて、まあ、いい感じかなと思いはするんですけど、よしよしよし、ロコちゃんご飯だよ。よいしょよいしょ、はい、どうぞ。よいしょと、はい、やってご飯とこれこれ食べる、はいどうぞ、はい、お腹空いたね、どうぞお食べください。よしよし。